はい、どうもベアンです、おもちゃの街を作ろう宿川トイフェスというねイベントをですね12月7日この撮影日にが初日になっておりまして、まあベアンのねプラレールレイアウトと、チークブロックのチューブロックさんとコラボしたイベントになっておりまして、プラレールで阪急紅葉線を再現と、でその阪急紅葉線の沿線を沿線のその街並みをですね、チューブロックさんの方で再現というふうなイベントになっております。で中に入ってねちょっとレイアウト紹介していきたいと思いますけども、まずね今見えてるレイアウトがですね一条レイアウトのちょっといつもより高いですね、だいたい25段ぐらいあります。でそこにですねカラー橋脚をふんだんに使って色とりどりのレイアウトになってますけども、ここにですねチューブロックさんで作ったサンタクロースがいっぱいいますね。もうめっちゃ可愛いですよね。で今レイアウトがここですね、バーっとちょっと中に入ってレイアウト紹介していきたいと思いますけども、一応ね会場の入り口のところにこんな感じで円形のレイアウトがあるんですよね。でここはですね真ん中の方にチューブロックで作った東京タワーが入る予定になってまして、まあ、東京タワーに合わせてちょっと山手線の車両を走らせております。まあ、山手線っぽくちょっと、ね、ずっとオーバルという環状線みたいな感じになってますけども、はい、じゃあちょっと会場の方に入ってレイアウト紹介していきたいと思います。はい、中の方のレイアウトはこんな感じですね。まず立体レイアウトは一条レイアウトにここのねちょっと楕円を追加したようなレイアウトになってますけども、全体がこんな感じです。わーっと、いつもよりねカラフルですよね。で下の方が茶色の橋脚を使いまして、途中に緑と黄色を入れまして、でその上に黄色で、その上に白と、でここの2段だけは青の橋脚を使って、その一番上の瀬戸大橋のところは赤の橋脚を使うという本当カラフルな風になってますけども、こんな感じ で久しぶりに、ね、この高さやりましたね。地べたからなのでね、本当いつもよりここの部分だいたい10段15段ぐらいはほとんど橋脚ではなくていつも地底なんですよね。ここね、で地底の分ちょっと橋脚で埋めたので本当25段という高さになってしまいましたけども、でしかもねこれをですねモノレール橋脚を使わずに組み立てました。なので橋脚めっちゃ使ってますね。3箱半なので900約1000ぐらい橋脚使ってるんじゃないでしょうかね。でしかも、黄色普通のノーマルのね黄色の橋脚はここの一部とあそこだけという、本当ねノーマルパーツほぼ使ってないです。青色カーブとか青色の直線とかもほぼ使わずにやってますので、まあ、よくここまでできたなというふうに思いますね。あそこに楕円入れたことによってここにね柵が入ることになったので、そこはグラグラ吊り橋のね橋脚を使って何とかカットしているような感じになります。でこの大橋のところの、交互に黄色レールを入れたりとかしてですね、ちょっとほんとカラフルになってますね。で上の方はこんな感じで、あとはですね、この立体レイアウト以外にも、こんな感じで、ガーッと。これが、いつも阪急電車の、紅葉線になってまして、そちらの方が宿川ですね。神戸線です。神戸線です。で、まあ、ここはオーバル、折り返しを作って、ずっとこの4両のね、線形が走るような感じになってるんですけども、ここから引き込みがあってですね、ここが紅葉線の宿川になります、ね。宿川です。こんな感じで。続きまして、次にクラック園口ですね。この会場の最寄りの駅になります。その後に、今行きましたね、2両編成の。で、こういうふうにずーっと伸びて、ここが、終点の紅葉になりますね。で、この、今回この、まあ、幹線の折り返しということなので、おまち、スシローとコラボしたプラレールのやつをですね、ちょっと乗せ替えまして、阪急さんの方に。で、ここでポンと。繰り返すようになっていると。それがあることによってですね、あそこに U ターンを入れなくても良くなったので、すごくスペースも短縮になりますよね、これはね。本当。で、この、宿川の巻を、情景というか、こんな感じでストラクチャーをね、チューブロックさんで作るという感じですよね。で、こんな感じで公園があったりとか。で、クリアのパイプのところが、この宿川をイメージした感じですね。あそこはですね、ビー玉が転がるようになってまして、まあ、お子さんも遊べれるようになってます。で、今回ちょっとベアンがこうやったね、宿川の視線というか、ちょっとした小川ですよね。ガーターの下に流れてる川を、この中国で表現しています。こういうふうに小人が、ちょっとずつ中国で作った人形がね、いたりとか、なぜかそこ土下座してますけど、ね、で、運転とか、
あります。遊具がいっぱいありますね。あそこにも遊具があるんですよね。あの、こんなジャングル、鉄棒とかね、シーソーとか水車とかね、滑り台もありますね。いや、ブランコもあったりとか、ベンチもあります。で、紅葉園、クラク園ですよ、こんな感じですね。一応ね、相対式の、2面2線のホームになってまして、こういうふうに、ここで大体ね、交換するんですよね。行き違いというか、大体普段は2両編成走ってまして、ここで交換するという感じですね。で、踏切がありまして、こんな感じで、ここでもスイッチバック、折り返します。ダンと。で、今これ2両になってますけども、本当は3両なんですよね、線形って。ただ、3両だと、どうしても、いろいろ引っかかったりするんですよ。押すときに、こういうところ、踏切を登るところとかね、ポイントのところで、脱線したりするので、今回2両の対応になってます。あとはね、ジュンさんが、ラレールタイムのジュンさんがね、ここはちょっとニンジアタッチで、ドキドキマウンテンとか入れたりとかして、組み立ててくれました。こんな感じで。で、ベイアンは基本立体レイアウトの方を担当しまして、プラレールタイムのジュンさんが紅葉線を作ってくれました。はい、さすがですよね。まあ、地元のリーダーであって、ほんと細かく作ってくれたんじゃないかなと思います。で、今回ですね、初デビューかな、イベント。こんな感じで、うちさん列車も走っております。うちさんデーテンと、うちさん貨車ですね。うちさん運搬貨車。かわいいですね。まあ、これでね、来てくれる、子供たちに喜んでもらえたらなと思いますけども、で、ここにオーバルの、予選があったりとか、まあ、阪神電車がちょっと引っかかってますけども、ね、阪神が、ここで、もう電車止まってるね。走ってます。はい。で、あとはですね、このイベントですけども、まあ、9ブロックさんがメインとなっておりまして、9ブロックの、販売もあります。こんな感じで、セットが。で、すべてが、9ブロック値段、値札より 20% オフとなってますので、かなりお得に買えられるんじゃないかなと思います。はい、このイベントですけども、12月7日から、12月12日までになっておりますので、お近くの方、この動画見られてね、面白そうだなとか思われてましたら、お近くの方、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。はい、そうしますとですね、概要欄の方に、一緒に組み立てたプラレールタイムのジュンさんの YouTube チャンネルのリンクとか、あと、チューブロックさんのね、YouTube のチャンネルも、概要欄に貼っておきますので、チャンネル登録と、ご視聴の方をしていただければなと思います。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。